それじゃあ、私がタイトルコールするから、マリサは、イエーイ、とか、ふぅー、とか言ってね。よしわかった、私に任せとけ。ソロでも、グランドフェスティバルチームになりたーい。いやちょっと話が違うやないかい。そのグランドフェスティバルチームとは何なんだい、マイケル。マイケルって誰やねん。説明しよう。お前マイケルちゃうやろ。チームの4人全員が、この、限定ギアのどれかを身につけていると、この、グランドフェスティバルチーム、というものになるらしい。そう、そこで私はある疑問にたどり着いた。フレンドなんかいなくても、グランドフェスティバルチームになれるのではないか。フレンドとギア揃えた方が楽じゃね？黙らっしゃい。見なさい、これが焼き丸餅のフレンドリストよ。私も、ソロでグランドフェスティバルチームができるのか気になってきた。でしょでしょ？ということで、早速やっていくわよ。僕、泣いてもいいかな？ところで、フェスにはチャレンジとオープンがあるみたいだが、どっちでやるんだ？今回はチャレンジでやろうかなと思ってるわ。これらは簡単に言うと、ソロで参加するチャレンジ、フレンドと参加できるオープン、って感じね。もちろん、オープンにソロで入ってもいいんだけど、なんだか今日はチャレンジの気分。なんか理由があるわけではないのね。みんな、心を一つにするのよ。ちょっと待って。これすぐにできるのでは？と、うまくいくわけもなく。おい全然出ねえじゃねえか。もう33試合してんだよこっちは。おい100倍マッチ出てるぞ。100倍マッチ？グランドフェスティバルチームじゃなきゃ意味ないんだよな。今はそれどころじゃないだろ。全然違うじゃねえか。試合には勝ちました。いやもっと嬉しそうにしろよ。写真も撮ってきました。実はめちゃくちゃ喜んでんじゃねえか。チャレンジでずっとやってたんだけど、なんかチーム名が一向に出てこないのよね。これ、もしかしてやってる？やってますね。いやー、私の努力返してー。調べてみたところ、チャレンジではチーム名が出ないらしいです。それでは、次からはオープンで頑張ってください。オープンに切り替えて頑張るも、限定ギアが4人、揃うことはなかった。しかし、その時だった。はい、確定演出したー。ナレーションに被せてくんな。はいはい、わかってるわよ。この試合でやっと揃うんでしょ？なんやねん、あの思わせぶりなナレーション。そう、全然揃わなかったのである。マジふざけんな。しかし、敵の名前を見てほしい。え？まだなんかあるの？AM、2時50分。これは、2時50分にグランドフェスティバルチームが結成されることを表しているのではないだろうか。都市伝説とか好きそうだな。おい霊夢、これはやべえぞ。2時50分までやるしかねえな。もうなんでもいいや。はい、2時50分までやってみましたが、一度もグランドフェスティバルチームにはなれませんでした。大丈夫大丈夫、2時50分になったからな。なんなんだよその自信。まあ、ここまで来たら信じるしかないわよね。